さんこんにちは、大瀬です。11月の30日に行われました B リーグ第8節琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィン戦、結果といたしましては、琉球ゴールデンキングスが前半圧倒しまして、そして後半名古屋の大逆襲がございましたが、見事耐え抜いてゲームクロージングをきっちり行いました。琉球ゴールデンキングスが見事勝利を勝ち取ることができました。今回の試合は、まあ、日曜日の試合で島根に惜敗してしまった悔しさを糧に、次の強豪名古屋にきっちりぶつけまして成果が出た試合だったと思います。またこの琉球対名古屋の全体的な感想を述べていきたいなと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の琉球対名古屋、琉球がやっぱり苦手としていた課題を今回この名古屋戦で披露できた試合だったと思います。第1クォーターから琉球名古屋がお互い点の入れ合いが行っていまして、名古屋としてはやっぱりこの琉球のインサイドを最大限に警戒したディフェンスを行っていたところが印象的でございました。オールコートでぶつかりつつもハーフコートになったらゾーンディフェンスを敷いてたところ、やっぱこの名古屋のゾーンディフェンスで印象的、特にインサイド対策を重点に置いてたのが、クーリー選手が面取った瞬間にすぐさまエサトン選手もしくはコティ・クラーク選手がすぐさまフォローに行ける場所にいまして、でクーリー選手にボール渡ったら2人がかりでクーリー選手だったり、ダーラム選手、インサイドの選手を潰しにかかっていたところ、この2人のダブルチームなんですけども、名古屋そこはうまいところで、そのバックアップでレイ・パークスジュニア選手もしくは張本天傑選手がいるので、もう1人のやっぱインサイドのディフェンスに対応で、仮にも、そこを面取っていたとしてもコティ・クラーク選手とエサトン選手がやっぱパスコースを、封じるもしくは限定的にしていまして、琉球のインサイドのオフェンスをしにくくさせていた、このディフェンスが琉球の今回、インサイドのポイントが、少し減ってしまった場面であるんですけども、琉球としてはその場面に対して次の一手を打つことができていた、1クォーターでもこの点のやり合いを行いつつ、最後のクロージング、このクロージングでコー・フリッピン選手が見事、レイアップシュートを決めてブザービーターで琉球がリードで折り返すことができたっていうのが、今回琉球にとっては一つの、成果を得てたと思います。ここを、琉球としては、やられて点を入れられたっていうのが最近ございましたので、今度は逆に琉球ゴールデンキングスがゲームクロージングで点を時間切れとともに決めるっていうのをしてくれたのが、今回1クォーターでの成果、良かった点だったと思いました。またこの1クォーターでも琉球にとってさらにプラスに働いたのが、モリス・ウンドゥール選手の2ファール。早くも1クォーターで2ファールを重ねてしまって、モリス・ウンドゥール選手が出てる時間帯が短くさせて、コティ・クラーク選手とエサトン選手の時間を長引かせたので、名古屋としてはそこは想定外の外国人選手の出場でなったと思います。やっぱクーリー選手のインサイド封じてるとはいえ、やはりオフェンスリバウンドを取ってくれるところがやっぱ頼もしい。クーリー選手が自らフックシュートを駆使して点を入れて、当然ファールドローンを得てフリースローをきっちり入れる場面、これまた後で言うんですけども、このクーリー選手のフリースローもやっぱりこの勝利の要因に大きく関わっているポイントになります。そして第2クォーター、この第2クォーターで琉球ゴールデンキングスが、今までと違う琉球ゴールデンキングス並びに復活ののろしを上げる2クォーターになったのかなと思います。やっぱりこの頼りになる存在、岸本選手と今村選手、今回今村選手が通算2000得点達成並びに、この試合で最多得点となる20得点を決めた選手になります。今回岸本選手が3ポイント1本決めるプラス、今村選手が3ポイントのアテンプトを上げてくれて2本の3ポイントを決める、結構深いところからも3ポイントを決めてくれて、この3ポイントが今回名古屋にとっては趣旨返し、やっぱ名古屋がやりたかったオフェンスを琉球が前半やり遂げたっていうのが大きなところでございます。インサイドを封じられた時の次の一手、この3ポイントがあるからこそ、名古屋としてはディフェンスを頑張っている場面があっても琉球のオフェンス成功という、結果に塗り替えられてしまった、名古屋としてはそれがあったからこそ逆に3ポイントがなかなか決まらず、何よりやっぱ斉藤選手、コティ・クラーク選手、そしてエサトン選手の得点を抑えれたっていうのも、これまた大きなところでございます。エサトン選手がファールトラブルもあって
この2クォーターフルに出ないといけない場面もありますし、スコティ・クラーク選手も3-1本は決めるんですけども、それでもやっぱ琉球の流れが途切れなかった。そして斉藤選手の得点も、まあ、前半2得点に抑えても、斉藤選手の対策もこの琉球がきっちり行っていたところが、このやっぱ前半大きな原動力になったポイントでございます。やっぱコンセプトで言ったら、琉球はインサイドもしくは2点はやられてもいい、3ポイントを決めさせないというコンセプトが強く見えた、まあ、ディフェンスだったので、このポイントで言ったら、やっぱり名古屋が前半つまずく場面にもなりますし、また、レイ・パークス・ジュニア選手がこれまたファールトラブル重なって、やっぱ自由に動けない。やっぱ自由に動けないディフェンスをやったのが、やっぱ琉球の選手の皆さんでありますし、やっぱり今村選手中心にレイ・パークス・ジュニア選手を抑え込んで、やっぱ得点源を封じ込めたのが、これまた大きなところでありますし、まあ、22対8っていう、まあ、琉球ゴールデンキングスが、大きくリードしてこの前半を終えるというのが、これまた素晴らしいポイント並びに、この島根戦でやれなかった悔しさをぶつけた前半だったと思います。クォーターでさらに細かく掘り下げていきましたら、琉球が名古屋に対してフリースローを与えなかったのも、これまた大きなポイントでございます。名古屋のオフェンス力の原動力といたしましては、カットイン、スリーポイント、そしてファールドローンからのフリースロー、この3点にあるんですけども、この3点のうちやっぱりスリーポイント、そしてファールドローンも抑えてのフリースローを与えないっていうのを、この2クォーターで達成していますので、それもまた名古屋にとっては、リズムがなかなかつかみにくい場面でありますし、琉球にとっては、ナイスディフェンス、ハードワークディフェンスをきっちり遂行しまして、各々レギュラーの選手たちがスリーポイントを決めて、琉球が圧倒できたっていうのを、これまた前半の振り返りになるのかなと思いました。3クォーターに入っても、琉球の勢いというのが継続できたのが良かったと思います。3クォーターでも引き続きハードワークディフェンスを集中して行いまして、名古屋のオフェンスをシャットアウト、ファールドローンしてしまって、フリースロー、この打つ機会っていうのが、この3クォーターから少しずつ増えていたんですけども、それでもやっぱクーリー選手の、インサイドプレー中心に、やっぱ琉球も同じくファールドローンを得て、流れが完全に傾いてる証拠が、残り24秒オーバータイムになりかけた瞬間の今村選手のタフショットのディープスリーが決まった時は、もう完全に今村選手がもうノリに乗っている証拠でありますし、やっぱ琉球ゴールデンキングスの流れが名古屋を圧倒している場面だったと思います。それでもやっぱ3クォーターで名古屋のオフェンスが徐々にやっぱ形を組み立てていって、点差は前半よりかは開いてはいるんですけども、名古屋のオフェンスも決まり出して、やっぱコティ・クラーク選手の確率高いスリーポイントだったり、伊藤選手のやっぱ駆け引きからのレイアップシュートだったり、やっぱ名古屋の多彩なオフェンスが琉球に牙を向き始めて、その流れを完全に引き寄らせてしまったのが第4クォーター。やっぱりこの選手が黙っていなかった斉藤匠選手。やっぱ斉藤匠選手のこのクォーターだけで12得点、3ポイント3本にフリースロー1本、そしてレイアップシュート。この斉藤匠選手がやっぱりキャプテンシーとして、この勢いを発揮して琉球ゴールデンキングスの流れをぶった切ったっていうのが、これまた4クォーターで、やっぱ琉球が我慢の時間帯過ごさないといけないし、琉球ゴールデンキングスがやっぱ課題に挙げているところ。やっぱ流れが悪くなれば、当然琉球のオフェンスもちょっとリズムが悪くなって、入っていた3ポイントもやっぱ入らなくなってしまって、このクォーターだけでいったら琉球10得点に抑えられてしまいましたので、この40分間にわたるオールコートプレスからのゾーンディフェンス、マンツーディフェンス、多彩なオフェンスとディフェンスを駆使して、ついに琉球の背中につかみかかって、本当にワンポゼッション差まで追い詰められることが何度も何度もございまして、琉球としては本当にしんどかった状況なんですけども、このしんどかった状況を乗り越えたっていうのも、これまた琉球ゴールデンキングスの成果の一つになります。4クォーターは確かに追い詰められてはいたんですけども、一回も逆転されなかったっていうのが、これまた琉球ゴールデンキングスの、ディフェンスギリギリを保っていた、場面だったと思います。本当に斉藤選手のマークマンついても3ポイント入れる場面、特にクーリー選手に対しては、あえてループを高くして3を打って、本当に感覚で入れてるかのように、もう3ポイントを鮮やかに決められて、そしてやっぱりその3があるからこそ、コティ・クラーク選手もそれに、こうして、3ポイントを入れられて、一気に点差を縮められて、オフィシャルタイムアウトの時には、名古屋のファンブーサーの皆さんが、エールを送る場面、完全に琉球にとってはこれ、アウェーな場面だったんですけども、琉球のこのファンブースターも映像で流れていまして、琉球を応援している気持ちが強いんだなっていうところが、島根戦で行われました。
った時のゴーディエディションのオフィシャルユニフォームを着てる、ファンの方だったり、ゴーディデーの、ノベルティのポスターを飾ってるファンブースターの方もいまして、もうわずか数日ながらもこの名古屋に遠征して琉球の勝利を見届けたいという、気持ちが強くこもった映像も流れまして、決して琉球のファンブースターも負けてはいない、この熱量、その熱量があったからこそ琉球ゴールデンキングスが追い詰められても決して逆転を許さずに、ダーラム選手のカットインだったり、今村選手の2000得点を達成するシュート、そしてやっぱファールドローンからのフリースロー、今回このクーリー選手のフリースローが合計9本ございまして、9本すべて沈めさすことができたので、やっぱクーリー選手のここぞという時の力、やっぱり今シーズンはクーリー選手が、ナンバーワンスコアラーとなっていまして、やっぱクーリー選手のこのフリースローの確率の高さも琉球の勝利に貢献してる、並びに強豪と戦い抜くためには必要な武器、それを見事に発揮しているのが今シーズンのクーリー選手でございますので、このクーリー選手のやっぱインサイドの働き、やっぱクーリー選手がいない時間帯でやっぱ強度が落ちるっていうのもございますが、やっぱクーリー選手が出てる時間帯が、名古屋にとってもエサトン選手とクラーク選手ダブルチームでもう潰しにかかる最優先事項になっていますので、それだけやっぱりクーリー選手が脅威である、このクーリー選手の脅威を抑え込んでる隙に今村選手と岸本選手がシュートを沈めて得点を量産して、琉球ゴールデンキングスがこの前半結果で言ったらやっぱ大きな貯金を積み重ねてこの勝利につながったと思います。結果で言いましたらやっぱりフリースローの数の差っていうのも琉球と名古屋で大きな差が生まれてまして、やっぱ琉球としてはこの大量のフリースローで得点を重ねていって名古屋のファールゲームを誘発させた、そして名古屋が残り時間少ないさなかコティ・クラーク選手が突っ込んだんですけども、やっぱりクーリー選手のカバーが素晴らしくてトラベリングをしてしまって、ここぞという痛いターンオーバーを名古屋はしてしまった、そして琉球ゴールデンキングスは最後のクロージングをきっちり行えた、これがやっぱ明暗分かれた結果なのかなと思いますし、そして最後は70対66で琉球ゴールデンキングスが難敵名古屋をアウェーで下すという難しい仕事を成し得たと思います。本当にアウェーで勝つっていうのは難しくて、ましてや11月30日時点で西地区4チームが10勝3敗で同率で並んでいた先、名古屋を下して琉球が一歩抜け出した、当然他の試合でも、広島と島根が一歩抜け出して11勝3敗で並んでいる状態でございますが、琉球がこの強豪名古屋にしかもアウェーで勝てたというのが非常に大きな実績でございます。そしてまたこの実績を携えて12月の3日と4日に今度はD2 から昇格してきました FE 名古屋との対戦が待っています。名古屋アウェーの3連戦という形になるんですけども、その名古屋のアウェーの戦いを最後どのように締めくくるかも見どころですし、やっぱり強豪と戦ってきた琉球のこの実績というのを D2 から昇格してきたファイティングイーグルス名古屋にきっちり見せつけて、スリービッグを駆使する難敵でもありますので、琉球ゴールデンキングスが強力なインサイド布陣プラス日本人選手のミスマッチをどのように乗り越えていくか、次回のこの琉球対ファイティングイーグルス名古屋戦の見どころを紹介していきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。